ジオの人カイトとロセとモッチです。はい、というわけでですね、この前液状化アイスというものをやったと思うんですけれども、はい、あの時にですね、はい、オチとしてハーゲンダッツのことをスーパーカップと書いてしまって、そういうオチだったんですよ。そこから思ったんですけど、バニラアイスってどれも買わないじゃないかなって思って、ハーゲンダッツを買ってもスーパーカップを買ってもスーパーカップなんだよ。そういうことか。今回は、はい、そのバニラアイスの味を見分けていこうかなと。というわけでカイト君にはね、程よくいい問題を持ってきてもらいましたんで、そうですね、早速やっていこうと思います。はい、というわけで今回はバニラアイスの味を見分けていきたいと思います。やっていきましょう。バニラ、それでは皆様目をつぶってください。はい、第1問目はこちらですね。今これ実はですね、 CM でおなじみのちょうど食べ頃の感じ、え、これ分かっちゃう。食わないでも分かるかもしれない。ヒント出しすぎ説あるな、この人。早く踏む。はい、俺はもうヒントで分かっちゃった。俺はヒントでちょっと分かっちゃったかもある。自信のあるのせ。ハーゲンダーズ。僕もハーゲンダーズ。あー、おい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 。ハルキレディーボーデン。だだそりゃー。分かるよ、あのでかいやつ、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 馬のやつ。あのこんぐらいのやつじゃない。あ、それゴディバだ。どういう間違い。レディーボーデン俺最近めちゃめちゃ食ってるんですよ。それの味だったよ。いいですか、正解は。ドゥ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 、モウ。イエーイ、こちらでーす。モウ、モウ、ハーゲンダッツだった。結構一般的じゃないもん。なんか正直頭の中になかったわ、モウっていう。それな、あれが。ソリ。目つぶってください。はい、次、こちらです。もうほぼ液状化してます。口が汚い。So easy, so easy. So easy?Yeah. はい、それではいいですか。はい、じゃあまたちょっと自信がありそうなもっち、いい、どうぞ。そう、そう、おーおー、そう、おー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 、ですよね。そうって意外とさ、バニラ風味強いんだね。なんか確信を持ってんのもう。これそう以外浮かばんくない、逆に。多分俺それだったらもう知らないよ、俺このアイス。でもクーリッシュパターンがまだ、あー、やべえ、 それ今俺思い出した、忘れてた。答えは頼む、クーリッシュ。これ俺いけたよー。出題者側の気持ち考えたらいけたよー。罰ゲームさ、はい、今日出てくる5つのアイス今年禁止にしない？やだー。ちゃんとやだー。なんでそんなどんどん禁止にしてくる。3問目はこちらです。おーい、いい音だった。イージーイージー。いやもう早い早い。俺俺はこれめっちゃ好きなんだけど俺。じゃあハルキ。そう、そう、そう、イエーイ、イエーイ、イエーイ。これこそそうだよな。そう、そう。本当にそう。いいですか。はい、そう。あーあー、ぬるっと。やっぱそうってさ、クーリッシュの倍ぐらいさ、シャリシャリしてない。うん、そうだね。バニ、次行きましょう。目をつぶってください。おっと、なんだその音は。開けてしまった、ちょっと待ってね。おいおい、ペリペリペリ。キモいこいつ。4問目こちらです。いや俺もないけど。Hey, stop talking! 急に言える感じ。はい。Stop talking! No kicking! なんかさ、しょっぱいまであるんだけど。どういうこと。じゃあ、のせ。牧場ミルク。おお。多分一緒。牧場絞り。ああ、はいはいはい、牧場絞りだった。あ、本当に。それも牧場絞り。おー、にゃーにゃー。あの筒型のさ、わかるよ、最近流行ってるやつね。牛の可愛いのが書いてあるやつ。うん、答えはですね、ハーゲンダッツ。何でもええやん。モーの方が上手くね。俺はモーの方が好き。え、俺ソーのが好き。夏感はある。ああ、シャキシャキしてるしね。シャキ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 っていうか、何、レタスみたいな。はい、目を閉じてください。はい、目閉じとけよ。誰誰誰誰。絶対にハルキ。ラスト問題、匂いで紛らわす。こちらです。顔を、そして口を閉じろ。食ったことねえよ。
本当に食ったことある？それでは、まあちょっと余裕ぶちかましたら彼はちょっと最後に取っておきましょう。そしたらね、じゃあちょっと不安そうな、まずはじゃあ春樹からいきましょうかね。牧場絞り、あ、一緒の人いる？はい。おお、僕も牧場絞り。おお、なんでかっつったらさ、はい、本格志向のやつってまずい傾向にあると思うんだ俺。はいはい、わかるよ。で、コンビニで見かけたことあるアイスでスーパーカップじゃないってなったら牧場しかないんじゃないかっていう考察。いやまあ考察は違えと、まあ、僕は滑らかでミルク臭さみたいなのがあったんで牧場絞りじゃないのかなっていう。じゃあ最後なんかすごい余裕をぶちかましたよ、もっちに聞いてみましょう。勝ち残ってんだけどないや俺これ当たると思うわ普通に。マジ？いいですか？じゃあはいどうぞ。俺これ正式名称じゃないんだけどいい？あ、いいですよ。その商品名じゃないんだけどバニラソフトクリーム。ね、どういうこと？あの、なんかカップとかに入ってるあのソフトクリーム、そういうやつの上の部分。うわぁ、やしいまじいやつな。正解はこいつだ。目を開けろ。です。何が一番怖いって、めちゃめちゃ落ちづらい方法で提出してきやがった。それ。ああ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 。これは…これはカイト罰ゲームだな。なんでだよ。